さあ、こんにちは。どうも、高校球児です。どうもどうも、また帰ってきました。本当に、森藤ファンの皆さんね、本当に申し訳ありません。ありがとうございます。すいません。申し訳ありませんでした。まあ、手伝ってもらうからね。いやいや、ね、もう早く僕らも森藤さんに会える日を本当は楽しみにしてるんですけれども、はい、ぜひ、今度お願いします。会いたいの？いや、会いたいですよ。当たり前じゃないですか。あ、なるほどね。お、話通しててくれる。いや、通すと。おい、マジっすか。何が？そう？いやいや、そう。いやいや、やっぱ当たり前になっちゃダメなんですよ。まあそりゃそうだよな。確かにそうだ。アシスタントをね、いいこと言った。そうだなって言われたらなんかあれみたいな。当てる外れだみたいな答え。そうやめなさいよ。いやいや、本当なんかそこをお前かぶしてこないと思う。いやいやいや、なんか本当珍しくまともなこと言って。ダメだよ。あの本当に。大人の発言がね。大人の発言。はいはい。あいつ、お？何ですか？あれ？買った。買った？買ってねえだろお前。はい。買ったんすよ。マジか。次回はいいね。あれ、豊さんも現役時代ローリング、ああ、そうそうそう、ローリングでしたよね。そうそうそう、ローリングス。あ、まあ、はい、形はさ、はい、はめるんすか、はめるんすか。いや、ともかく、ああ、型、何がだよ、これちょっとちっちゃいな。うわ、結構奥まで入れる。いや、そんなに奥まで入れる。いや、でもこれ大体ここら辺までの、これあの宮本慎也さんが、はめた時に、はいはい、これめっちゃいい言ってたから、もう箔がついてるんで、はい、ちょっと外してもらっても、ちょっと待って、すいません。どうですか、悪くはないよ。ただ深夜に合うんだろうね。深夜の手に、豊さんの手にちょっと合わない、馴染まないですか。いや、馴染まないっていうことじゃないけど、まあメーカーはいいよ。メーカーはギリギリ、いやいや、それはギリギリ、それは俺がお世話になってたからさ。ああ、そうですね。だけど俺だったらこれはちょっと嫌だな。あ、悪くはないけど、俺の手になんかちょっと馴染まないという。あくまでも俺の手って。まあやっぱ、まあ、いや、そりゃそうでしょ、好みだから。大丈夫ですか。何でも好み。まあ、2人ともやっぱ守備が上手い人同士のやっぱりありますからね、それぞれのこの、まあな、グローブのやっぱ、まあ、タイプもポジションも違いますもんね、言ったら。まあセカンドとショートだな。ペラメみたいなのもあるんですか、そのグローブペラメがいいとか固めがいいみたいなの、そういうのもあるんですか。ペラメって言うの？ペラメって何？ペラメ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、柔らかいやつな。ペラメ、柔らかめとか、そういうのも多分あるんですよ。いや、俺は柔らかい方がいい。あ、これちょっと硬いですか。ただしっかりしてなきゃいけないのは親指だな。親指はしっかりしておかない。それ何かあるんですか。持ってかれる。あ、ここに。確かに。そうそう。あ、でもちょっとなんか豊さんがはめてから、なんかちょっと変な風になっちゃった。お前何これ気に入ってんの。いやいや、だってもう宮本さんがはめたっていうのを聞いて、だからその後に多分自分がはめたんですよ。だから宮本さんの手と一緒なんですよ。でもお前趣味全然違う。なんか宮本さんがいいって言ってたのを聞いて、急にいいって言い出したんですよ。そんなもんなんだよ。選ぶのって。でももう本当にね、もう今豊さんがはめちゃったんで。まあまあ、そう、今ちょっと趣味の話になりましたけど、はいはいはい、ちょっといいですか豊さん。何？これちょっと、うん、質問と言いますか。うん、ちょっと苦言じゃないな。なんだよ。異論を申し立てたい。なるほど、ね。異論。まあ、先日ですね、横浜対広島戦、うん、まあ見てますよね、もちろん横浜戦。もちろん見てますよね。見てる。愚問だと思いますけど。なんでお前、俺を試してるみたいな。たまに寝てる時あるから、ね。一応ね。解説で寝てる時ある。まあ、確かに。9回持たないから。それはダメだよ。まあ、そういう冗談はさておきですね。まあ、結構話題になりましたけれども、バッター桑原選手、うん、で。桑原選手が打ったボールがこのセカンドベースの前あたり行ったのかな。そうだな、はい、そう、入管、それをセカンドの広島セカンドの菊池選手が取り行ったら、うん、なん結構難しいバウンドであったんですけど、パーンってこう跳ねちゃって、うん、でそれがエラーなのかヒットなのかみたいな、結構こう討論までじゃないですけど、エラーになったんですけども、うん、まあ、その無失策記録が話題に結構なりましたけれども、うん、まあ、あいつ俺の記録抜いたからね。豊川さんといえばもう1シーズンの、はい、9割10割だから、もう抜けない記録だよ。だって10割ってもうエラーしてないってことですか。もうそれ以上ないですから、ね、俺は2個エラーして、それが記録だったんだけど、はい、抜かれちゃったんだよ。じゃ あれはエラーかな。いやめちゃめちゃ市場挟んでくるじゃないですか。電水した時ですよね。電水してた時のエラーですよね。そうそう、二日酔いの二日酔いで。ちなみにあれどう見ますか。あ、本当の菊池のな、本当のやつ教えてあれは悩んだでいいな。ああ、ヒットだと。あれエラーはちょっとかわいそうだな。あのボテボテで桑原の足を考えたら、あれ取ってもどうだったかなって思うけど、うん、菊池の考えとしたらさ、おそらく俺はグラブのここら辺に当ててんだよ。土手というか芯では取りに行ってないの、あいつ。
はいはいはい、なぜかというと取ってから素早く投げようとするときに、はいはいはい、ゲッツーでもそうじゃん、はい、お前もやってたろ野球やってましたよ。やってたっけ。セカンドで同じポジションでやらせてもらってました、はい、ゲッツーの時も芯で取らないよね、はいはいはい、ゲッツーの時って、はいはい、ちょっとずらすよねボールをこうやって。あ、豊さんもずらしてたんですね。バカずらせ、まあ、ずらさせてもらって、まあ、じゃあ一緒です。元記録保持者だからもう一応ね、まあ、そんなこと言うと鬱陶しいなってまた言われるから。いやいやいいです、いいです。それ当たり前のように話してますけど、それ僕ずらすって感覚はまずないんで、もう芯で取る、全部芯で取るっていうことやってたんで。いや、タッチの時は絶対出ないように芯で取ってタッチしないと、はい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 、その芯によって変えるんですか。ちょっといや、だ芯で芯で取ると握り替える時間が芯っていうのね。いいじゃんいいじゃんいいじゃん、続けてるよ。芯と芯がもうごちゃごちゃなってる。ちょっと待って、編集がややこしい。場面ね、場面によってにして、場面によって、 変えるんですか、その取る位置を。そうだから、まあ、タッチとかしっかり速い打球を取るときには芯で取るけど、はい、例えばゲッツーだとか早く取って処理しなきゃいけないときに、うん、やっぱちょっとずらすんだ芯が、握り替えやすいよ。なるほど、はいはい、お前もなんかそうだろなるほどじゃねえよ。いやいや本当に本当に。で菊池は、はいはい、あの打球で芯に入れたら、うん、引っかかったらいかんとか出なかったら困るということで、はいはい、俺ここら辺で取りに行ってると思うんだよ、わざと握り替え、はい、それで投げようと思ってたと思うんだよ、はいはいはい、それででも、はいはい、あれ俺菊池の頭の中ではあれで弾いてもエラーにならないと思ってたと思うよ。一か八かのプレーだ。あ、なるほどなるほど。だけどエラーになったのは多分ショックだよ。うん、だけど俺ここで取りに行ってて菊池が、はい、あいつが両手でいかなかったっていうのがミスだな。ああ、そこがエラーだ。ワンハンドというかシングル。それはね、シングルの方が手は動きやすいんだよ、はい、ね、自由に、はいはい、両手で行くよりも両手っていうのは制約があるから、はい、だからシングルハンドで行って握り替えよう、素早く握り替えようと思ったと思うんだけど、だからちょっとやっぱこう菊池が両手で行かなかったっていうのが一つエラーだな。あー、そのまま弾いちゃって。 あれでも結構両手で行くっていうのも難しくないですか、あの見てた感じ。こっちじゃ体より、うん、いやだからそれだったら体を入れてないからエラーに結びついた。なるほど。え、じゃあ豊さんなら、うん、あの打球取れてました。いや、それは分からないね、分からないけど、はいはいはい、俺だったらおそらく両手でいってるよ、弾いても。あ、制約がかかっても両手でいって処理しようとはしてたと。あれね、膝より下だったらシングルじゃないと両手ではいけないんだよ。膝より下、膝よりちょっと上なんだよ、はい、あ、そしたら両手でいけるんだよ。そこもちょっと微妙だったんですかね、その高さが、うん、だから条件が重なったっていうエラーなんだけど、はい、俺はやっぱ心情的にはエラーではない。あ、豊さん的には。でも菊池のあれだけの技術を持ってて、うん、あれだけのこう脚力持ってるんだったらエラーだな、自分の中で。これは処理できたと思ってると思うよ、まあ、高いレベルでってことですね。高いレベルで、すごいな。いやだからそのどこで取るか、はい、ゴロもあいつの前絶対ね芯に入れ損なったっていうことはないと思うんだよ。多分ねここら辺で取ってすぐ握り替えようと思ってたと思う。だいたいね 1,2 塁間でも飛びついた時にもう投げることを考えて、はい、菊池はあのスライディングしてるからね。だから必ずスライディングで立ち上がった時にファーストも向いてるじゃん。確かに。ライトの方に持っていかれてスライディングしてないじゃん、はい、だからそこまでレベルが高いプレイヤーだったら、はいはい、俺はそう考えたと思う。はー、一瞬時にすごいレベルですね。ちょっと勉強になります本当に。来たからやりましたけど本当に勉強になります。お前やるなよやりますやるな。いや両手とか、いやもう自分は膝とか、あそこと同じ、取りに行かないです、まず。あーってなってるだろ。ちゃんとひもうそのままもう、ショートあれはショートの打球じゃねえよ。ショートショートでもあれ逆シングルで行くプレーでもないしな。いや、なるほど。こっちはやっぱ厳しいんですね。いや、こっちで行ったら投げるのもう投げれない。セーフなっちゃうってことですか、ファーストは。いや、すごいな、それ。ちなみにあのその土のグラウンドと人工芝じゃまたちょっと違うんですか。そのいや一緒だよ。 あそこはもう変わんないですか、うん、場所によってとかじゃなくて。ただやっぱり人工芝の方が跳ねる率が高いから、はいはいはい、膝の上の方ギリギリ上の方まで
あの上がってきてるじゃんボール、はい、あれが土のグラウンドだったらもう低いよね、うん、そしたら俺は内野安打と判定されてると思う。ああ、そういうのが下の条件も、うん、下の条件もあると思う。はいはい、はい、なるほど。いやいやだから本当微妙だよ。はいはい、あの49対51ぐらいの、はい、もう微妙なラインだったと思うエラーとヒット。いやあれちょっとかわいそうですよね。あれちょっとリクエストしてほしかったですね。あの、あと面白いね。面白いね。監督がちょっとあれですね。あれこういうちょっとリクエストです、ね、いやでもあれは広島の方から抗議文出したんじゃないの。あ、やっぱそういうのはやっぱありましたよ。いやそれで、そうですよね、認められなかったという。ああ、なるほどなるほど、うん、でもこのチャンネルで抗議しましょうよ。そのいやいや、やっぱ菊池はうまいから、はいはい、あのぐらいやっぱり処理してほしいよ俺は。あそんな中で、うん、いろんなファインプレー見せてきてるけど、はいはいはい、その中でもそんなに難しい打球ではない菊池にとって。あだから菊池もエラー見た時パッと電光掲示板見たと思うんだけど、ああっては思わなかったと思うんだよ。なるほどな。あこれ やっちまったなって、ああやっぱりなって、やっぱレベルが高いからさ、やっぱ納得度合いもやっぱこう高いレベルに。はいはいはい、いやさすがやっぱさすがやっぱり違いますわ。解説でも豊さんが、はい、その昔、うん、菊池選手のプレーを見てもう飽きましたって言ってましたもんね。飽きた。いやいいプレーばっかりするからな。そうそう、はいはいはい、いいプレーがもう普通に見えちゃうというか、もう、はいはい、もう当たり前に見すぎちゃったってですね。なっちゃう。だから記録員もね難しいんだよ。そうですよね。ああバックネット裏からしっかり見てるんだけど、はい、モニターもあって、だけど俺がショートやってる時に一塁ランナーでファーストゴロだったんだよ、はい、でランナー滑ってくるじゃん、はい、ランナーに当たってんだよ。ああ、うん、はいはい、ね、で俺が取り損なったみたいな感じになってる、はい、俺のエラーになってるってその時抗議文も出してくれなかったけどさ。いやそれはね、やっぱ見る角度によって、あそうっすね、それはね、分かんなくなる時あるよ、公式記録員も。確かにちょっと一昔前だと、またちょっとカメラとかも、そんなあれですもんね。そうだって、それに関しては触ってないっすよ。触ってない、何でも触ってない。ただ、取りに行ってるだけですよ。そうそう、何もしないのに。むしろ危なかったって言ったら、俺に。まあまあ、そういうことがあるし、ね、いやだからまあ、公式記録員も迷ったと思うよ。うでも菊池だったらっていうことで厳しく言ったんだと思う。はい、なるほど、ね、あれはまあ仕方ないですけど、うん、まあエラーということで、まあそれでいいかな。はい、まあ別にお俺は何もないよ。俺は何もいやいやいや何もないけど、はい、いや菊池のレベルからしたらあのぐらい処理してくれる。なるほどなるほど、あれを処理する菊池を見に行ってるんだから、はいはい、なるほどね。そうでしょ。はい、だから豊さんなら、うん、まあ、俺は取れたっていう。いやいや、そんなことは言ってないです。そこそこ分かんねえって言ってるんで、ね、そうですね、はいはいはい、まあ、そういうことで、はい、ね、残念でした。あ